回の裏技は、大ヒットホラー映画リングのゲーム版です。原作とは似ても似つかぬバイオハザード風のサバイバルホラーとなっています。まずは現実世界にある研究所地下のはしごを登って1階の中庭に出ます。ここから左にある倉庫の奥の左脇に入り、鉄製の箱みたいなのの脇を調べると隠し武器の刀が手に入ります。すでに入手済みなので実際に入手している場面は出せませんが、この場所に間違いなくあります。ラスボスの貞子を倒したら、エンディングは飛ばさずに、エンドの文字が出るまで待ちます。エンドの文字が出たら、A ボタンを押しながら、スタートボタンを押して、タイトル画面に戻ります。タイトル画面に戻ったら、ニューゲームを選んでゲームを始めてください。すると、アイテムボックスの中に武器と弾薬が入っていて、弾薬の数がマックスの999になっています。裏技本などでは、すべてのアイテムを持った状態となっていますが、通常アイテムは入ってませんでした。小型電池がマックスになっていたら、とてもありがたかったのですけどね。